はい今回は自民党の裏金疑惑の件について、えー、まあ考えてお伝えしていきます、まあ、リスナー様も思っている方いらっしゃるかもしれないんですが安倍晋三の清和会だけがです、ね、何か注目されており自民党の他の派閥もです、ね、裏金疑惑が出ているんですがこの件にほぼ触れない謎があると思いますので今回はこちらの件を考えてお伝えしていこうと思います今回もよろししくお願いいたします。 思った方いらっしゃるかもしれませんが常に安倍晋三の清和会だけに、まあね、話が集中するっていうことです。で例えばですね、安倍の派閥以外にも二階の派閥あと岸田の派閥麻生の派閥にも、まあ、その疑惑っていうのは出てるわけですよ。なぜ安倍のところだけ言うのかっていうのが謎ですね。まあ、もっと言えば自民党そのものが腐敗してますから自民党政権交代。 その流れに持っていくためには、ね、自民党のそういった不正していたことをすべて明かしていかないといけないと思いますしなぜかこの、ね、安倍晋三のところだけ行くと、まあ、僕はあの安倍晋三大っ嫌いですから、まあ、岸田も大っ嫌いですが、まあ、自民党っていう、ね、その売国政党が嫌いなんでなん、まあ、とかかんとか、まあ、その自民党の政権交代をまあ願ってますので今回はまあそういった意味も込めてお伝えしていこうと思います。今回もよろししくお願いいたしますす実際ですね これ何人人もの人が言ってるんですよリ,リスナー様も思われたかもしれないんですが変更報道の可能性があると安倍晋三の清和会だけを集中的にこう調べるあるいは取り上げるっていうようなことで。 安倍晋三の清和会も悪いんですよ、もちろん。それをまあいいとか全くなく悪い、えー、悪いですが、自民党そのものが悪いんですよ。自民党って100がやって1理なしですから、国民のために全くならないね。宗、うん、主国、米の言いなりだったり、東丸の、ねえーまあ、ズブズブにつながっていたりとかって、そういったことなわけですよ。で、まあ、あの考え方としては、安倍晋三が、まあ 非常に、えー、まあ金の動きが、まあ、謎であったっていうことなんですが自民党自体がまあおかしいですからねで、えー、この清和会とかに、えーまあ、絞られてるふうに見えてますが議員を辞めた程度では済まないんですよだからこれ今回の話っていうのは自民党の解体に持っていきたいところなんですねじ自民党の解体あるいは自民党の政権交代、えー、そこに持っていきたいとで、えー、こちらについてですねニュースにもなってるんですが新聞赤旗がですね 麻生派のキックバックについてもまあ触れていたという、まあ、そういったことなんですね。でまあそのようやくの投稿がありますので、まあ、そちらをお伝えしていこうと思うんですが、まあ、自民党の派閥パーティー券の裏金疑惑なんですが麻生派もですねノルマを超えて販売したパーティー券の収入を議員にキックバックして裏金処理していた、まあ、そういった疑いが出ていると。派派の関係者は別室に入ると派閥幹部が えー、キックバック分の現金が入ったチャブートを手渡したとまあいう証言がある、えー、赤旗の12月10日号10 12月10日のですね、えー、まあ、その新聞にこの記載があったとまあ、そういったことでこちらがまあニュースになっているんでこのニュースを考えていきますだから、えー、まあ、リ,リスナー様も思っていらっしゃると思いますが。 あの安倍派政和会に問題を小さくしてはいけないんですよむしろ安倍派政和会から問題を大きくしてですね自民党解体その流れに持っていかなければ僕たち日本国民の生活が良くなることはないですからまあ、そういった意味も込めてこの件を考えていこうと思いますまあ、安倍派、二階派、岸田のところもありましたねあと麻生派もですね 麻生は自分の派閥の思考会っていうのがあるらしいんですがそういったところでの疑惑が出ていると自民党っていうのはおそらくもうですねこの裏金疑惑の件で内部崩壊してしまってどうにもならなくなっている可能性がありますでそのまんまですねもう自民党の軒並み、ね、解体していく流れがいいんですが例えばそういうふうに見るとこの発言っていうのも、ね、そう見れるのかなと思いますが。 あの谷川弥一っていたじゃないですか安倍派の、まあ、議員ですよね5年間で4000万円超えの裏金のキックバックを、まあ、した疑いがあるということなんですがあの記者に対して頭悪いねとか言ったあ,のあいつですねわけわかんないじゃないですか記者に対して頭悪いねとかって言ってで質問してもこれ以上は今日言いませんとかって言ってるっていう、ね、逆切れってだからもう逃げられなくなったって分かったんでしょうね、うん、であと まあ河野太郎がですね、まあ、言ったんですがきちんと海を出し切ることが大切だとかって言って政治資金、えー、収支報告書に記載していないのは法律違反だとかって、まあ、言ってるわけですよしかし河野太郎は麻生派に、えーまあ、所属してますので麻生派の資金管理について特に問題はないとかって言ってるんですが、えー、このルールに基づいて政治資金を取り扱うのは最低限のことだって言ってるんですがその麻生派がですね、えー、その12月10日の新聞赤旗で、えーまあ、追及されているわけですよ 安倍派、二階派に続いて麻生派も、えーまあ、所属議員へのキックバックを裏金で行っていた疑惑が、まあ、出ていると、先ほどお話した麻生派の、ね、幹部が現金が入った封筒を手渡していたというまあことなんで、これっていうのはもう完全にアウトな流れだと思います。で、あの安倍派のまあ議員がまた別のことを言ったんですが、キックバックについては、 派閥から政治資金収支報告書に書くなと言われたとか、その、まあ、会計責任者が言っていたって、修正しなければならないと言ってるんですが、もう終わってるじゃないですか、だから今回の件でお分かりだと思いますが、安倍晋三の清和会だけではないんですよ、安倍派、二階派、岸田派、麻生派も、おそらく同じような手口を使ってやっている、つまり自民党という組織的な組織ぐるみでこのようなことをやっているということで。 完全にこれあのね、えーま、政治を利用したあ国家の私物化っていう大きな問題につながってるわけですよ。でまあ,あの安倍派あ安倍晋三に関してはあの長谷っていう石川県の知事がまあ,あのは話をしたっていうことが話題になりましたけどまあ、内閣官房機密費からですね、えー、まあ、その ななあのね、お金を出していいと安倍晋三が言ったと、であの五輪招致は必ず勝ち取,る、うん、勝ち取れって言って、金はいくらでもます、官房機密費もあるからっていうことを、この長谷っていうのが、石川県の知事の長谷が言ったっていうことで、これ、大きな、まあ、問題になったんですが、安倍っていうのはとにかく、売国党であり、えー、不自然な金の流れが多い人間だったんですよ。 でこの安倍の件に注目されてるんですが、まあ議員をですね更迭とか、議員を辞めさせた程度では、もうすまない話になってるんで、ここから来週、ですね東京地検特捜部の方の調べが入って、自民党のありとあらゆる派閥に調査が入って、自民党解体っていうね、まあ、自,自民党解体するっていう流れにまあなっていけばいいと、まあそう思います。今回のこのニュースっていうのは、とてもいいことを伝えて、まあ、いただいているニュースなので。 まあい,いろいろ調べて、えー、思ったことをお話しさせていただきました自民党というですね腐敗した政党が日本をどん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 ダメにしてるわけですよであの自民党っていうのは別に、えー、腐敗してるのは今に限ったことではないんですねまあこの安倍の話でよくお伝えさせていただいてますが安倍晋三の祖父の岸信介からですね岸信介安倍晋太郎安倍晋三と3代揃って、えー、自民党と遠丸とズブズブの関係あるいはですね え、宗主国米の言いなりでありえ、日本国民のためになる政治をしていないわけですね。だから、よくあの安倍晋三に対して安倍さんとかって言ってねえ。なんか持ち上げる人いますが、全く意味がわからないですよ。 安倍って別に何一ついいことしてないんで、うん、例えばその経済の話で言えばアベノミクスで、えー、日本国民の、ね、経済格差を広げて、ねえー、どん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 格差が広がっていってアベノミクスで自慢した国民、えー、もうかなりの数いますからだから、ま、あの安倍晋三の清和会を追求するっていうのはそれはそれでとてもいいことなんですがそこからですねおかしいことをすべて広げて他の派閥そして最終的には自民党の解体そして自民党の政権交代 え、ここに行ける。まあその流れにえま期待しています。来週からですね。来週から本格的にこの動きが始まるとまいうことなので、ま今わかる限りのことをお伝えさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。